元木勝次は囲碁の騎士。段位は八段。群馬県出身。日本棋院東京本院所属。藤沢一州八段の門下。第72期本因坊挑戦者。1995年8月2日、群馬県生まれ。小学校1年生の時に囲碁ファンの祖父から光の子のアニメを勧められ、囲碁に興味を持つ。光の子のゲームでルールを覚え。 二年生の頃にアマチュア初段前後の気力となる。群馬県の少年少女囲碁大会見予選などでよく対戦の機会があった木辺夏樹が藤沢一州主催の新宿子ども囲碁教室で実力を上げていると感じたこともあり、四年生から新宿子ども囲碁教室に通い始める。その後、五年生で日本議員院生となる。2011年、柿岸採用試験に合格。 2012年4月、入団。2013年2段。2014年、3段。第9回広島アルミハイ若子戦で優勝。2015年、第71期本因坊戦最終予選で、倉橋正幸九段、羽根康政九段、小林里元規制、村松大樹五段に勝利し初の3大リーグ入り。規定により7段昇段。2016年、 第11回広島アルミハイは籠井戦準優勝。第71期本因坊戦リーグでチョーク元五冠、山下慶吾元帰生、伊達史十段、河野林九段、一力両七段に勝利し5勝2敗の2位で、残留成功。2017年、第72期本因坊リーグで、高尾新嗣名人、チョーク元五冠、山下慶吾元帰生らに勝利し6勝1敗で勝ち。 抜き挑戦者となる。規定により八段昇段。5連覇中の本因坊文み広に挑戦するも一生も、できずに敗退。この挑戦手合の模様は、第72期本因坊戦から勝負の一手として、BS1 にで11月11日に放送された。第42期五星戦本戦決勝進出するが、山下慶吾九段に敗れる。8月24日。 第42期規制戦、ファーストトーナメント突破。C リーグで1位になり、挑戦者決定トーナメント進出。10月2日、B リーグ勝者のあまり世紀7段に勝利し、準々決勝進出。10月12日、A リーグ1位の高尾慎嗣名人に勝利し、準決勝に進出。10月27日、山下慶吾九段に敗れ、挑戦はならなかった。 2018年3月21日、第12回春蘭杯世界英語選手権で、世界戦優勝多数のリオ球団に三目半で、勝利。ありがとうございます。